霊夢さん、今回は一年戦争当時に存在したパイロットについて。翔星さん、彼はあのアムロよりも撃墜数スコアが上回っていたということなのですが。よく言われるのが連邦によるプロパガンダ。はい、それでは皆さん、ゆっくりしていてね。それでは早速、今回のパイロットなのですが、アムロとは戦った期間が違うんだよ。少なく見積もっても彼は1年間戦っていた計算になりますが、逆にアムロは1ヶ月程度。サイド6からアバワークまでの期間ですね。そういう意味で言うと、このパイロットが撃墜数ナンバーワンは事実なのですが、短期間でそれに近い撃墜数を出したアムロが凄すぎる現実、驚異的すぎます。アムロ。ただ、このパイロットがすごいことも事実であります。そんな彼の名前は、テネス・A・ユングと言います。テネス。ちなみに、これは視聴者様からいただいた情報なのですが、100日で公式確認戦火542人狙撃のみ、ほぼ確実なサブマシンガンでの戦火200人以上、非公式戦火多数という人物が実在するらしいのです。ですので、戦況によっては、テネスほどの戦火はおかしくない数字だ、と。そして、お話はテネスに戻りますが、テネスは撃墜数がナンバーワンなんだよね。はい、MS 撃墜数で、あの、アムロレイを上回っておりますが、なるほど。すごい数値ですよ。確かに。ただ、もちろん数値だけで強さは測れませんから。そうだね。まず、前段階としてですね。テネスの1年戦争での撃墜数が149に対して、アムロは142なんですね。テネスの方がアムロより多くの MS を撃墜しているのね。ですね、ただ、同じ1年戦争時、アムロはですね、戦った期間はとても少なく、少ないよね。ですから、テネスの方が MS の撃墜数がアムロより多いのですが、それだけで、テネスが能力が上だとか言えることではないと思います。確かに。あと、アムロの撃墜数よりテネスの数字が少し上回っていることについて、興味深い考察を視聴者様からいただいております。こちらでございます。一年戦争中、ホワイトベースはニュータイプ部隊としても少年兵が非常に多く乗っていたとして知られている馬が撃中でも知られていましたね。その後、一年戦争後のホワイトベース隊のクルーの処遇を見てみても、戦果は大きいにもかかわらず、あまりにそれが評価されていない。データなどを見て勝手に妄想を膨らますと、アムロをはじめとして連邦のプロパガンダにはやはり使える駒ではなかったために、その功績自体を記録から消そうとしていたのかなと。一年戦争後のアムロのニュータイプ論は非常に抽象的で一般の人に理解しにくいものだったと聞いたこともあるので、ニュータイプイコール優秀な兵士という構図でジオン残党を借りたかったとすれば、ホワイトベース隊のアバオアークーでの最後の脱出時の体験談などがリアルに流れると連邦上層部はあまり嬉しくなかったかもしれませんね。アムロの戦果に陰りを持たせることで評価を下げさせるということはありとくそうですね。と、このような考察です。アムロを撃墜数のトップに持っていってしまうと、アムロが目立てしまうのでテネスをトップにした。なるほど。そしてテネスなのですが、いずれにせよ撃墜数が100を超えているのは驚異的であり、一年戦争においてはトップの数字ですから、やっぱりかなりの腕前があったのは確かだよね。さようでございます。テネス・ア・ユングは地球連邦軍のエースパイロットでございます。彼は一年戦争において MS 撃墜数149機、艦船撃沈数3隻という記録を残したトップエースなのです。この戦果はアムロ・レイをしのぎ連邦軍パイロットの中では第1位に当たりまななす。
彼は非常に射撃センスが優れておりまして、射撃性能の高い機体を好んで使用しております。登場機はジムコマンド宇宙戦仕様ジムスナイパーカスタムでございます。ほんと、テネスは射撃がいい感じだよね。MS 撃墜数からもアムロを上回っていますからね。そこはほんとにすごいよね。霊夢さん。何？ここからはテネス・ア・ユングに関する興味深い記事を引用させていただきます。よろしくお願いします。人物評。一年戦争にて英雄アムロ・レイの撃墜数 MS142 機艦船9隻をしのぐ。MS 撃墜数149機艦船撃墜数3隻という成績を残したと言われる。しかし撃墜スコアの認証において本人以外の証言やガンカメラによる記録映像を確認するなど厳密にチェックするジオン公国軍に比べ、地球連邦軍はあくまで自己申告制。彼の成績が本当なのかわからなかったりする。また民間人出身のアムロ・レイがトップの成績という事実を隠蔽したい軍部が彼をエースに仕立て上げたという説もある。ただアムロに関してもあくまでも別動隊という立場で正式に証言する人物など皆無。また本人にしても周りにしても彼の戦果を確認している余裕などなかったので、具体的な撃墜数はわからないと言ってもいい。このような事実も前方のいい加減さ、腐敗具合が伺われる。これだけの戦果を上げながら戦争の表舞台に出てきたという記述は皆無。また名のある士官を倒したという記載も見当たらないことから、ジム VS ザクといった極地戦で活躍したのかもしれない。ただそういった仮想のパイロットが戦争を支えていることを決して忘れて離らない。以上が引用でしたが、霊夢さんいかがですか？確かに本当に撃墜数をカウントされていたのかわからないから。信憑性に欠けると？それでも相当な腕前で敵機を倒してたのだろうし、確かな実力はあったのかな。可能性はあります。ここからはいろんな人のご意見を見てまいりましょう。こいつは捏造されたエースに違いない妄想。人類初の MS 戦からずっと最前線で戦ってたアムロより戦果出すって可能なんだろうか。戦闘機時代から頑張ってたとか、ホワイトベースに戦闘とか特にない移動期間が結構あったとか。アムロは2ヶ月半であの戦果、しかも連邦がやっと実用化した初の MS で時間的にもありえないと思うよ。戦闘機乗りとかで開戦当初からのカウントとかではないのかな。フライマンタとテンコットで300機以上撃墜のエースもいるしね。早い時期に路獲したザクとかで無双したのかもしれないよね。アムロの場合はトップエース級の奴らが多いんだけど、ランバラルとか黒い三連星とかソロモンの亡霊とかそれぞれ100人分の成果ぐらいあるよな。著名なネームドだけじゃなくて MA とか艦船の撃墜スコアが多いし、そもそも MS 撃墜数も誤差みたいな違いしかないから、ぶっちゃけそこら辺を考えるとアムロがトップで良さそうなんだよね。ガトーがソロモン直前から頑張って100機いってるらしいんだから十分やれるはず。トップエースなのにスポットが当たらない、彼は謎の存在すぎるよね。ホワイトベース隊は遊撃期間が長くて大規模作戦で初めて主戦場に回ったのがジャブローからだしさ。誰？とか言われちゃう連邦のトップエース。そもそも連邦パイロットはアムロと違って海戦から MS と戦ってるから。その糞の積み上げもあるんだろう。戦闘機や戦車射撃は不能ってわけでもないんだし。アムロは中将っていう大物コンスコンをやってるのがでかいよね。一兵卒が将校やるってとんでもない戦果なんだよね。倒した相手が違うって言っちゃうと。ユングの方は誰を倒していたの、詳細な情報がないから比べられないと思うよ。アムロ以外のランカーが短期で MA 撃破とか無理だよね。グラブロ撃破した人とかビグロ撃破した人は漫画でいた気がした。
遊具隊かな。アーパワーク攻防戦車キマイラ所属のゲルググキャノントリックドムとビグロを各一機撃墜してたよ。スコアは捏造というか5人が多いんだと思う。ジオンの撃墜数は相互確認が基本なんで正確だけど、連邦の撃墜数は個人報告が主なんで適当だと思う。とかどっかで読んだ覚えが逆だったかな。まあそれが載ってたのが戦略戦術大図鑑っていう粉飯物レベルの、ジオン上げ連邦下げ記述ばっかりの本だから、どっちの陣営にもいい人もいればクズもいるってのがガンダムの描写だったのに、それを大図鑑じゃ連邦は規律の行き届いてないグレン隊で、ジオンは規律を重んじた戦場の良き紳士だったとか書いちゃってるし、水爆切りとかもかなりやべえというか、よくミサイルの弾頭だけ切り落とせるな。アーパワークーに秘匿されていた第二のソーラレイを見事に破壊したとか、アダム総長の戦果も地味にすごいのではなかろうか。アムロが MS 実戦投入の最初から乗ってて激戦区を渡り歩いたのに、それ以上ってのが無理あるなんだよね。MS 輸送艦沈をめて丸ごとカウントしたとかじゃないと。以上ですが、霊夢さんいかがですか？撃墜数が多くても、それが雑魚ばかりだと、アムロより強いとは言えないよね。そうですね、強さの基準を測る一つのデータとして、撃墜数というのもあるかもしれませんが、それだけで強いというのは難しいかなと思いますね。はい、今回はテネス・A・ユングについてお話ししてきました。動画を見て何か感じたことがあればコメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。